アーンストヤングは、ロンドンを本拠地とし、世界各国で会計、税務、アドバイザリーサービスなどのプロフェッショナルサービス事業を展開するサービス企業である。デロイト投資トーマツ、KPMG、プライスウーターハウスクーパースと並び、世界4大会計事務所、総合コンサルティングファームの一角を占める、世界150カ国、700都市に展開している。二千十七年度には、 ニーベルサム社によるワールドエスモーストアトラクティブ・インペロイヤーズにおいてプロフェッショナルサービスでトップを獲得した。日本ではアジャパンとして活動を展開している。アは多くの会計事務所の合併の結果成立した。最も古いパートナーシップは1849年にイングランドで開業したハーディングプレインである。同年アメリカ人のフレデリック・ウィニーが事務所に入り、 1859年にはパートナーとなった。彼は同じく会計士となった息子たちもパートナーとし、事務所名を1894年にウィニー・スミスウィニーに変えた。1903年、アメリカ合衆国のクリーブランドでは、アーウィンとセオドアのアーンスト兄弟によりアーンストアーンストが設立され、1906年にはシカゴでスコットランド系人のアーサー・ヤングが、 アーサー・ヤングカンパニーを設立した。1924年にはこれらアメリカの会計事務所は、イギリスの重要な会計事務所との間で提携を結んだ。アーサー・ヤングは、ブローズ・パターソンカンパニーと、アーンストは、ウィニー・スミスウィニーと提携した。この提携関係は後に、国際間合併へと進んだ。1979年、まずアーンストウィニーが成立し世界第4位の、 ファームとなった。1989年、業界4位のアーンストウィニーと、業界5位のアーサーヤングは合併し、アーンストヤングが誕生した。合併前、各ファームは顧客である、多国籍企業へのサービスのため世界各国に事務所を開いていた。1979年、アーサー・ヤングのヨーロッパにおける複数の事務所が、地元の大手会計事務所に加わり、これらは、 アーサー・ヤング・インターナショナルの会員ファームとなった。1989年の大合併でアが成立すると世界各地の旧アーンストン・ウィニーの事務所と旧アーサー・ヤングの会員ファームが次々合併した。アはさらにグローバル化に向け約140の加盟国を4つの統合されたエリアに再編し世界のあらゆるマーケットで均一で 高品質なサービスを提供できる体制を整備している。それぞれの地域は世界本部の役員会への参加者であるエリアマネージングパートナーのもと単一の管理部門を置きビジネスモデルの統一を進めている。このうち日本エリアはア・ジャパン合同会社を中心とするア・ジャパンのみで構成されている。なお日本エリアの遠賦には慣例的に 新日本有限責任監査法人の理事長が兼任していたが、東芝事件の影響を受け、2016年3月より、米国のアノースイーストより、スコット・ケイ・ハルイデーが就任している、会計監査業務。あワこの分野では、ビッグフォーの中でも、最大の収入を上げている、税務アドバイザリー業務、ビジネスアドバイザリー及び、リスクアドバイザリー業務財務アドバイザリー、 およびトランザクションに関わる各種サービス提供、財務、税などの分析、M&A など、大きな提携や買収などの判断の助けとなる、分析データの提供、M&A などに関わる買収戦略、提携交渉、買収後の人的資源や、事業や資産の再配置などの支援を行う。1997年9月、プライスウォーターハウスと、クーパーズ ライブランドが合併し、プライスウーターハウスクーパースが誕生することが発表された。これに刺激を受けたは、同年10月、KPMG と世界事業を合併し、世界最大の会計、プロフェッショナルサービスファームを作る計画を発表した。外部コンサルタントにより、合併後の縄両ファームのロゴにちなみ、ブルーバックスとする提案もなされた。しかし、顧客の反対、 独占禁止法の問題、コスト問題や異なる、企業文化の統合の問題などから、1998年2月に計画は無算した。1980年代及び1990年代に、あはじめ会計大手は、コンサルティング部門の拡大に相当な力を注いだ。これに対し証券取引委員会や投資家たちは、会計事務所内のコンサルタント部門と監査部門で、利益相反が起こる。 可能性を指摘し始めた。2000年5月、アワコンサルティング部門を当時の古代会計事務所の中で最初に全面的に切り離し、フランスのコンサルタント企業キャップジェミニに110億ドルで売却した。2002年、ビッグファイブの一角だったアーサー・アンダーセンが不祥事で消滅するとアワ、アメリカ・イギリス・オランダ以外の業務の多くを合併した。日本においては統括会社であるが、 ジャパン合同会社のもと、アシュアランス、コンサルティングアドバイザリー、税務、トランザクションなどを行っている。2007年には、PWC の日本における、提携先だったミスズ監査法人の事業の多くの、遺憾を受けた。ありがとうございます。